いやー、まさか速攻で落ちるとは。自分もびっくりしたよ。まさか落ちると思うの。いやー、面白い。あれ、お母さんめっちゃ浮いてる。浮いてるんだよ、みんな。みんな浮いてる。本当にみんな浮いてる。浮いてる。すーごい浮いてる。何これ、すごい。みんな一体どこから来てんの。ベロナめっちゃ浮いてるよ。なんかゴーストみたいになってるけど、ベロナ一人。あ、降りてきた。いや、そこにあるんだけどな。道があるんだけどね。全然見えない。なんでだろう。いや、立地条件ってか、あれ、すごいとこにあったんだな。本当にありえないとこにあったな、おい。見てるし。なんで俺は牛乳を持ってるんだ。それは骨の持ち物です。はい。でも常備してるんだ。カルシウム。カルシウムを。はい、骨。とりあえず運びましょう、これ。帰ろうもう、帰ろう帰ろうもう、こんなところ。やってらんねえよ、もう。帰ろう。あり。ああ、ひどい目にあった。そうだ、自由を求め選ぶべき世界が目の前に広々と横たわっている。我に夢がお前たちの導き手なら置いてゆけ、己が信念の旗のもとに。みんな来てね。なあ、ベローナ落ちたら帰ってくれないじゃん。ここ、ベローナ、ここ。あ、弓矢がない。後押ししてあげようと思ったのに。足。ここ。ここは、ちょっと何複製音は、いつもの俺。危ない。危ないね、強い。その弓矢何、めっちゃ強いんだけど。なんで殺したの。やってしまった。ベローナ、これグロくなったね。なんか倒れるし、何倒れる演出があるから、ちょっとすごい死んだ感じがしてグロいわ。アイテム回収。あいた。何してる。ベローナとブルックが喧嘩してる。入って。多分下に落ちましたよ、アイテム。アイです。もうダメ、これ以上。死人が出たら、俺たち寝れない。あ、間違えた。なんで落ちるの。いや、シフトを、シフトを押したかったんですが、なぜかスペースの方が力入ってたの。なるほど。よいしょ。そっか。だから、それでできたのが今の、海に飛び込む絵か。どう見てもわざとに飛び込んだようにしか見えなかった。もうまだ。なんか、ゾロが狙われてる。ゾロが狙われてる。こっち狙わんでて、こら。怖い。超怖い。怖いって。なんで、一人に、全員に。え、じゃあ、はぐれないように、じゃあ、誰先輩、じゃあ、今回は、
ブルックさん先頭でいきます？え、俺ですか？立候補ジャンプ、立候補ジャンプリュウマですよ、ここは。じゃあリュウマさん、むしろしゃがんでるけど嫌だ、みたいな。ホネック、ホネックってリュウマさんどうですか？いきます？出来上がってる。じゃあホネックさんで行きましょうか。ホネック誰だよ。じゃあブルックさん、めっちゃ嫌がってる。馬ってどこら辺にいるとかわかります？全然知らないです。でも近くに山漠があるんで。どうする？ちょっといいこと思いついたんだけど。はい。2人ずつのペア組んで最初に見つけた人が勝ち。何ですかそれ。あれじゃあここで湯を沸かしますか。ですね、寝よう寝よう。じゃあこれでどういう感じで取っていく？じゃあこれ右足で、僕はペローナの方に入るということで、ペローナさんは声入ってないから。はい、どうぞ。18 14 14。お18。ペローナさんは18だから頭いいね、このやり方ずいぶん考えたじゃあナメさんとゾロさんで、ブルックさん、ペロナさん、僕で。で、先に馬を持って帰った人の勝ちね、チームの。じゃあ寝てから行こっか。寝よう寝よう。人間チームかじゃないチーム。本当だ。確かに。人間チームと、てか能力者と普通の人だ。普通の人。能力者チームと普通からひどくない？負け物チームって強さだけど。じゃあペローナさんリーダーについていきましょう。僕らはナミさんリーダーについていきましょう。僕らは調教しながら。了解です。じゃあどこに行く？嘘でしょ。あ、そういうパターン。しない方がいいかと。ちょっと、しかもなんで能力者組が海に出るの？危なくない？完全に能力者の怖さを無視した状態ですけどね。あ、落ちたー。ブルックさん、なんで落ちた？なんで落ちた？何が落ちたの？下見て右クリックしたんじゃないですか。自分も落ちた。あ、シフトで落ちるようになってる。シフトで落ちるようになりました。豚がついてきてるよ。ひぃ、ほんとだ。人間持ってるから。だけど。なんでだ？アラバスタに帰ってきましたよ。そしてアラバスタで見つけて、そして親便通路経由で連れて帰るという寸法ですね。わかりますよ。なんか黒い羊がいる。そんなの落ちた。あ、ほら見て、あれほらバードの壁で新しくジャングルができてる。おっと、中心に行ってみようか。つまりですよ。シフトじゃないと降りれなくなってますね。ほうほう。ねえ、ウイスキーピークが潰れたような気がするのは俺だけ？ウイスキーピーク？うん、ウイスキーピーク潰れてるぞ、これ多分。ええありえないことが起きてる。あれ？あ、なんだろうこれ、今日？あ、やばい、ツルツル、本当につる。猫はいらない。てか、崩壊してるんだけど。菜の花が崩壊してる。これ、アラバスタ全部崩壊してるわ。怖い。マジか。何これ。ちょっと待って、俺いなかったアウトだよ。大事でしょこれ。早いちょっと待って。はい。まあ少し、なんだろう、ここ変なことになってる。ここいや本当に壊れてるんですよ、これ。あれが一回何があったんでしょう、これ。ペロナいた。来てください。スケッチ、てかここら辺にいなかったらもう俺らはアウト組だけど大丈夫かな。そうだ、これ地下とかも丸見えになってるし、なんか重くなる。あ、草原。お、うわ、やばい、向こう草原見つけたよ、ペローナ船長。これ、バグりすぎでしょ。草原だよね。うわ。まあ、草原いるかどうかは知らないけど。草原だ。さっきのフリーズでバージョンか。これ、すごくなったもんね。牛だね。鳥だけど。ひどいことになってる。うわー。アリバスの断面図みたいになってる。草原に。ブルクさんが遅れてる。しかもなんかかぼちゃかぶってるし、なんでそんなハロウィンチックになってる。
何これ見づらいですね、これなかなか超見づらいですよ、超見づらいですよ。何これ砂漠の地帯に岩がすごい。なんでかぼちゃかぶれるって知ってるんですか。え夜になる、どうしよう。かぼちゃかぶれるの知ってたんですね。どっかの山の上か、とりあえず動画を見て。待ってゾロのマイクラの動画のやつだったかな。ゾロのマイクラの動画、うん、あれカボチャを最初に見つけてかぶってた気がした。あーそうだゾロのだクラッシュした。早速カボチャ発見って。あれあ、クラッシュしちゃった。でもすぐ戻ります。はいはい。豆腐ハウスでも作る。作りますか。作って過ごしましょう。松明がないことに今気づく自分。あ、あったよかった。いや、どうされなんだから掘っていこう。今飛んでたら確実に殺される気がする。豚にハートマークが出た。あなたとして上に何かいないわけでもないんだよ。一応豚生まれちゃった。餌付けしてるんですか。え、いや俺食べてましたよ自分で。あ、そっか。いた。ちょっと絶対ね、食べようとして豚とだって生まれてるもん。ちっちゃい豚が生まれてる。やめろやめろやめろ。まさかの後輩がここで終わってしまうっていう。食べようとして食べられてる。しまった。ちょちょちょ、ええー、危な。大丈夫ですか。怖い。超ゾンビ来てる。ゾンビ多すぎ。バイオハザードだよこれも。最後の残党。チップの方もうセミが鳴き始めた。いた。また夜だね。いて、え、なに、どこ。あ、いた。あーお、弓持ったゾンビ。違う、スケルトンだ今のは。確かに服着ててわかんないけど。マグマだ。フェローナがやだ、すごいやだらけだ。フェローナが痛い。すごい嫌がさされまくってる。すっげー痛々しい。誰かが朝ごはん作ってるなこれ絶対。アパートの隣の家かどうかは。すんごいいいトーストの匂いがする。牛だな。なんでペローナの方にあんなに豚がついていくの。ペローナ持ってるに。あ、やっぱ持ってた。人参持ってたからか。また夜が来るけど。いた。私どうなることやら。まあペローナに連れて帰ってもらおう。結局馬は見つかんなかったけど。いないね馬。馬いなかったね。収録外でちょっとどっかから捕まえてきて。出して捕まえとこうか。そこまで仕込む。いいよ、リアクションを演技してくれるなら。俺はできるかも。うわー、馬を見つけたよ。やったやった、初めて見た。これどうやって乗るんだろうみたいな。わー、馬だ、やった、ありがとう、たくさん。え今回ちょっと全然捕まえれなかったので、こっそり裏で捕まえて。で次回またあの木炭が完成したらネザーで、ネザーに行ってね。ブルックちょっとずれてるわ、痛い。ブルック方向がなんかあさっての方向なんだけど。あれ、そうそうそう、完璧。こっちですか。そうです。痛い、なんで殴るの。さっきから動物虐待だ。人間虐待だ。人間虐待。女勢怖えんだけど。というわけで、じゃあ、次、次回はネザーと馬を捕まえたってネザー。痛い。あ、いいよ。見つけましたということで。見つけたー。ゾロが見つけてくれたんだけど、イエーイ、見つけたっけ。あ、すごい、子馬もいる、ほら見て、ゾロかっけー、子馬いるよ、ほら鳥邪魔だよ、いい感じ見てね、お前。お前よ、卵いらねえから。え、中下、え、あ、
ル埋まってる。やめろよ。馬が埋まってる。あ、早速。え、これじゃあ自分の馬を一匹捕まえて。よし、ここは。じゃあこれ。これ私の。じゃあ俺これ俺の。これ俺の。じゃあ俺ここまでいいや。子供の方。え、これ餌とかあげれんの？餌はね、砂糖とか、うん、あの、今さっき作ってたあの芝生の、芝生でね、藁の塊とか。いや、でもある程度。え？入れます、途中で。あの野郎乗ってやがる。なんて、二人で同時に座るから、喋るから、どっちも何言ってるか分かんないんだけど。なんか、あの、ちっこい、もう一人、もう一匹のちっこいについてきてる。あ、親、親についてくるんだ。うまいこと言ってるね。すっごい罪悪感じるんだけど、それめっちゃ乗れない。馬連れて、親連れていく、この、あ、ちょっと待って、ペロロ乗ってる。なんで乗ってんの？なんでなんで、どうやったの、どうやったの。え、いいな、俺も乗りたい。あ、持ったままできる。あ、できんかった。え、ちょっと、すごい、なにこれ、なにこれ。あ、これでサドルつけるんだ。あれ、なんかおかしい。おー、ちょっと待って、待って待って、おお。ほんとだ。はいよ、はいよ。めっちゃ速いよ、見て。ちょっと助けて、なんかできない。え、なに、どうすんのこれで。右くらい、ちょっと降りて、シフトで降りて見て。あ、ほんとだ、すっごい。で、防具とかもつける。ゾロ頑張り。ゾロごめん。ゾロが見つけてくれたのに大人持ってっちゃうんだもん、俺らが。いいよ、僕こいつを育てるよ。友情をね、育んで。めっちゃ早え。けど、ちょうど1匹だけ置いていくって、群れの馬みんな連れてかれるこの状況、超罪悪感を。あ、海に入るとダメっぽいね。あ、やばいことになってない？手綱で、あの、引き上げた方がいいかも。海に泳ぎないのかな、こいつら。みたい。じゃあ、回り道。あの馬、かわいそう。本当に罪悪感あるよね、あの馬に。うん、あの子供かわいそう、ほんと。え、すっごい、見て、うん、トナカイが馬に乗ってる。えもう連れて帰ろう、引っ越えて。あれ、俺の馬ってこんなにでかかったっけ。おお、あ、でかくなってる。あれ、俺の馬ってこんなにでかかったっけ。え、何段階かあるんだ。スケさんがめっちゃ狙ってるんだけど。あそこにスケさんって怖い。やぶさめみたいにできないの？あ、できた。おお、いいね、かっこいい。かわいい。名前つけようか。名前ね、ゾロ。なんか、そういや、サニーつけるときなんかみんな言ってたよね。暗黒丸。暗黒丸がすごい。なんだっけ、なんと、なんとか、なんだっけ、親方って言ってたよね、ゾロ。ひまわりだっけ、お、え？ひまわり。俺の何々号よりいいじゃんみたいな。あったね。チョッパー何にも提案してなかったけど。チョッパー何も提案してなかった。フラッカペロの馬で、水の中で馬乗ってる。あれ、人の馬じゃん、それ、これ。え、嘘、人の馬に乗れるんだ。あ、やばい、クラッシュした。え、この子でクラッシュしたら手綱がなくなる。手綱一番下まで行ったんじゃない？うん。手綱って何で作るんだっけ？わかんない。手綱、リウマに作ってもらったから。深いですよね。え、誰か手綱余ってない？余ってます。もらっていい？わ、あげるのいいんですけど、落ち、また明るいところで、明るいで、浅いところで。そこ、雲の糸とスライム。あ、雲の糸とスライム。スライムって何に使うんだろう。くくらないんだ、これ粘着だったんだ。ありがとう、ナミ。はい、スライム、雲の、すごい絵だな。馬があるのにね。よし、とラッキーさん、そのボートで最後に走って、ね、ついてくる。え、ついてくるよ。あ、最速で、最速で。なんか怖い、嫌な予感する、嫌な予感する。なんで、やめてよ。やめてよ。なんで壊すんだよ。とりあえず、あそこの島へ。はい、ここで走っていこう。ゴミか、ゴミか、柵を上げてみよう。あと繁殖してみよう、繁殖。ブルックの馬が欲しいもん。うん。繁殖方法は金リンゴが金人参だけど。え？金なの？金の。金？